方向に。切り切った。うん。黄色いの任せます。あ、本当やこれ。黄色のベースが入ってる。かっこいいな。美味しそうだ。そのまま逃がした。これ俺のやつ？あ、そうだよ。色が変わっちゃったね。いや、こんなもんですよ。こんなもんですよ。青旗と間違えてる。もっと白と黒がなんか。あ、もっと綺麗だった。あげた時は。あ、これいいな。そうそう。あ、でも仕入れるはいいわ。そうですね。うん、まあ柔らかいもん。ほら、塩こうじゃくせんよ。なんか泳いでるクレア君のハマチが元気に。ハマチ元気ですね。ハマチもちゃもちゃ元気だ。タコはいつも元気なんで。タコももちゃもちゃ元気に泳いでる。うわ、タコだ。今のハマチ50センチぐらいあるんで、結構引くんですよね、ちっちゃくて。そうだ、でっかいよ、こうやって見るんですよ。そう、ハマチって言われにはまあまあいいサイズなんで。今日タイ綺麗ですよね。綺麗なタイが。うん、ほんと綺麗です。タイって。あ、尻尾切ってるのは全部あれか。わかりやすい。そう、わかりやすいです。黒いやつ、僕釣ったやつ、あったやつ、黒いのおる。ちょっと色がまずそうなやつ。あ、大きい、ある程度大きい。まだ4本ならじゃないですか。オスじゃないですか。ああ、オスだよね。オスだと頭でっかしな、あれだもんね。あ、こいつ生きとるやん。ほぼ泣くね。さっき泣いてましたね。泣いてたね、初めて聞いたね。あれ合わせたっけ。結構いっぱいおるとすげえなって。これあれ、佐々木くんの釣ったやつ？ちっちゃいの元気だ。ちっちゃいのは行きましたね。あ、これか、これやったな。こいつちょっと色が汚いですか。あ、そのサイズのままあるですよね。あるね。うん、これね、ジグで釣ったやつ。ほとんどジグか。いや違いますよ。ジグで釣ったの1匹だけです。あと全部タイラマ。タイラマの日だった。そうだけど、いつもあれ出るね、サワラ。災害切っとるな。サワラ、あ、でもそうでもないですよ。そうなの。うん。なんか。心配中だったっすもん。あ、そうなんだ。うん、目の前で切られると、ね。2回連続で目の前で最後切られるっていうパターンだったんで。あ、そうだね。事故返してくれるしね、そうだと。悲しい。TG ばっかりのと。そうそう。あ、でもアシスト切れで、ああ、そうかそうか。返してくれれば。その時は返してくれって時もあるし、前回も返してくれた。水面で切られて。落ちでけえなあれ。あ、あれちょっと。
金屋行くぐらいおる。逃がしが早いよ。落ちでかいな、こっから見ても。まあ、落ちでかいですね。60ぐらいある ?55ぐらいはありそうだね。あー、うん、サーフでこんなん釣れたさ、うん、もうすげえ喜ぶな。デブいし。そこら中ぶっ刺してね、何回も見つけるから、そう虐待しちゃう。一発じゃ無理だね。上んとこだ、早くの上んとこだって暴れとるもんでさ、あ、やりにくいよね。脳締めとさしちゃえばこっちのもんだけど、頭ぶったたいてさ、フライヤーでさ、頭ぶったたく。すごかったもんね。そうですね。楽しかったもん。びっくりした。もう朝からあんな忙しい初めて。すごい、モーニングしよう思ったのに。そうですね。モーニングさせてくれへんもんで。バラシも多かったですもんね。多かったですね。今日あれバラシなかった。本当バラシがだいぶ少なかった。だいぶあれですね。そう。もうちょっと一発超過が。尻尾が、うん、これが今日一のあれか、うん、朝のやつか、取ってるっすね、取ってるね、うん、丸々してる、綺麗だ、まだすげえ元気に生きとっただね、うん、朝なのに ね、 ね、
50ぐらいありそうですね、50近く。あるね。うん。閉めてもまだ家帰っても生きてますからね。口口で。やっぱりあの底物のやつはあれですよね。あの生命力がすごい。こっちの森、あそこすごいですね。あそこ。あ、いや、一体何の前。あそこでみんな釣りましたよね。そうだね。そうですよね。あ、そうかそうか。あ、そうですね。あれもマダイの森なんですけどね。あ、そうなんですか。あ、こっちの森じゃないですけど。こっちに汚染されてる。本当ですね。これがアレックスさん釣ったやつ？ここのやつ？あ、本当だ、切れてる。尻尾切ってた。これ黒くんの持ち帰れねえと。何と交換します？はい。あ、交換した。はいだったら母親持ってくる。マダイの一番大きいの持ってください、僕が釣って。いいですか、じゃあ。それを。全然、はい、いいの。じゃあこっち、あ、いいです、いいです。はい、こちらが。よかったら、有言実行で釣れて。そうです。首のとこ締めですか？いや、目の間です。眉間みたいなとこ。